ムニー、なぜ一人で外に出たんだ。危ないだろう。トバもいたし、通りすがりの優しい人も助けてくれたから。優しい人？顔に優しいって書いてあったのか？いくつ書いてあったんだ？100個。口の減らない子だ。山の王のこともまだ解決していないというのに、フニにもしものことがあったらどうする。今日は晩御飯抜きだからな。晩御飯抜きでも100個は100個だもん。やあフニ、また会えたな。パイモお姉ちゃんに旅人のお兄ちゃん、パパ、この人たちが助けてくれたんだよ。おもてなしするって約束したの。おお、あんたたちが例の優しい人か。きっと苦労しただろう。何か欲しいものがあれば遠慮なく言ってくれ。私はカガリギの民のトリニダード、部族内であれば多少顔が利く。それにあんたたちは賢そうだ。そう無理な要求もしないだろう。100万もら。若造、少し気に入ったよ。パパ、この人たちは悪い人じゃないよ。キイニチお兄ちゃんとも一緒にご飯を食べたことあるんだって。だからそんな態度はやめてよ。キイニチ、そういえば聖火競技場に謎の違法の旅人が2人現れたと聞いたが、まさか。そしてオイラのことだ。おふん、失礼なことを言って申し訳なかった。最近は部族のことで頭がいっぱいでな。恥ずかしながらさっきの言葉は撤回させてもらえないだろうか。ふん、そうでないとな。オイラたちも心が狭いわけじゃないし、フニが無事に帰ってるのを見て安心したから気にしないぜ。二人はまだ来たばかりだろう。今夜は私がもてなそう。どうだ。おじさん、態度をコロコロ変えすぎじゃないか。顔色が面白いことになっているぞ。ああ、凄腕の旅人よ。その輝く瞳の中には知恵の光が宿っているようだ。フニ、先に中に入っていてくれ。パパは旅人たちと大事な話をしなければならない。わかった。ちゃんとパイモンお姉ちゃんと旅人のお兄ちゃんおもてなししてね。オイラたちに頼みたいことがあるんだな。まあできるかどうかは保証しないけど。これは一大事でね。まずは私の話を最後まで聞いてくれないだろうか。古来よりカガリギの民には開園の夜という伝統的な儀式が存在する。500年前の先祖ブルキナとその仲間山の王のコンガマトを祀るためのものだ。ブルキナはコメマリポを持つ英雄で、コンガマトは強いユムカ流の戦士だ。彼らはかつて肩を並べアビスと戦っていた。そして最終的に勝利をつかむのだが、ブルキナは命を落とし、山の王は汚染により今も深い眠りに落ちている。ユムカ流の寿命はせいぜい100年程度だ。そのため山の王には何かしら異常が起きているのだろう。もしかしたらアビスの影響で他とは違う個体になったのかもしれない。ああ、山の王は私たちにとって生きた栄誉だ。しかしその栄誉には代償が伴う。山の王の体内にあるアビスのエネルギーは非常に不安定なものなんだ。刺激を受けてひとたび目覚めれば、狂ったように周囲にいる全ての生き物を攻撃する。だから開園の夜には毎年祭祀の他にも重要な任務がある。山の王の体内にあるアビスの力を取り除き、引き続き眠ってもらうんだ。知っての通り、ナタでは最近アビスの被害が頻発している。それにより山の王の眠りもますます不安定になってきた。前回の開園の夜から
わずか5ヶ月しか経っていないというのに、また暴れ出しそうになってな。え、目覚めちゃったのか。ああ、すぐに簡易的な儀式を行い、どうにか抑えたが、いつまた目覚めるかわからない。私の仲間だったナンナは、今回の儀式で山の王に傷つけられ、溢れ出たアビスの影響を受けてしまった。その話なら聞いたぞ。本当に気の毒だな。ナンナのような剣は、何も今回が初めてではない。とにかく、今は開演の夜を取り行うのに適した勇者者が必要でね。二人の冒険談は耳にしたことがある。あんたたちであれば適任だ。もちろん私たちにはマリポの名を継承した英雄がいる。あ、キニチのことだな。そうだ、彼は本物の英雄だよ。今頃モラを稼ぐためにきっと勤しんでるだろう。彼を見つけた時なんて言われたと思う。追加の儀式なら追加料金だとさ。一体どんだけモラが大切なんだ。影であれこれ言いたくはないが、あいつが古名を手に入れたのはきっと大霊が転んで頭を打ったからだろう。英雄の名言が値段交渉だなんて聞いたこともない。それとその竜もだ。あの青竜を自称するアハウってやつはもっと生意気で頭が悪い。おお、最後の部分はオイラも同意するぞ。とにかく一つ明らかなのは、別に彼にしかできない仕事ではないという点だ。今はもっと優れた人材が目の前にいるということでどうだろうか。あと数日で開演の夜だ。彼と値段交渉する時間は残されてない。どうかもう少し考えてくれないか。ああ、感謝するよ。フニの言う通りだ。あんたたちの顔には優しいという言葉が100個も書いてある。裏山に案内しよう。そこで儀式の流れを把握してもらう。あんたたちは腕の立つベテランだ。きっとすぐコツをつかめるだろう。くそ、誰だこの偉大なるクフルアハウの噂をしてんのは。おお、我らが偉大なるクフルアハウよ。お体にはくれぐれもお気をつけを。へえ、アビスの虫けらがその下品な口をさっさと閉じるんだな。お前の汚らわしさのせいでこの偉大なる聖竜クフルアハウに虫唾が走る。アビス教団の使者である俺にとってその言葉は実に身に染みるものだ。だが個人としてはすごく傷ついたな。ふん、このネクラメガネ。もうすぐあの世行きだってのにぺちゃくちゃ喋りやがって。黙れつってんだろ。おお、いつあの世に行くんだ。まだピンピンしているが。キーニチ殿、お前が伝説の狩人であることは疑わない。だが俺が捕まったのはあくまで遠くに逃げる気がなかったからだ。かがり木の民には興味があるんでな。ふんって、それだけか。アビスの来訪者がお前らに興味を持ってるんだぞ。その理由くらい知りたいだろう。エクストリームスポーツだ。数日前山の上から飛び降りたものとぶつかってな。確かバンジージャンプと言ったか。なんと素晴らしい冒険心。そんな自由で勇敢なかがり木の民を称えるために俺は絵も描いてだな。うっせえイノシシ野郎だな。ぶつかった衝撃で頭のネジでも抜けちまったのか。お前にお似合いのエクストリームスポーツは狩人との追いかけっこだっつーぬ。終わらない恐怖の中で身も心もヘトヘトになるまで逃げ回るんだ。で、最後は声だめにでも落っこっちまい。だがキーニチ殿は
俺の命を奪うつもりがないようだ。それにこちらはもう腹の探り合いに飽きた。お互いにベストな距離ってやつを話し合おうじゃないか。人と人との間で一番大切なのは距離感だと聞いた。キイニチ殿はどう思う？お前が本当に興味を持ってるものは別にあるだろ。何？さあ、値段交渉と行こう。またアビスの汚染か。山の王の暴走もあれと関係しているんだろう。あの松明が見えるか。あれは聖火競技場から持ってきた二級聖火だ。中にはエンジン様の力が秘められている。ってことはその聖火が伝説の開演なのか。八神の国に行って伝説の開演を持ってこれる者はいないさ。だが聖火はアビスの汚染を浄化するのに十分な力を持つ。儀式では開演とみなしていいだろう。へえ、じゃあ聖火を使ってあの汚れを消せばいいんだな。いや、あれはほんの一部に過ぎない。完全な儀式を行う場合もっと複雑だ。まず有価者はスタート地点で聖火の種火を取り、フックを使って空をかけながら全ての聖火の柱を灯していく。それから下って峡谷を抜け、途中にある聖火台を灯すんだ。そして山の王が眠る洞窟にたどり着いたら、最後に聖火の祭壇に火を入れる。優秀な有価者は一度も地面に足をつけることなくこれをこなす。認めたくはないが、キイニチにはできていた。へえ、ずっと空を飛んで落ちないようにするのか。オイラが飛んだところでできっこないぞ。だってこれかなり難しそうじゃんか。安心してくれ。もし地面に落ちても大丈夫だ。別に儀式の必須条件じゃないんでね。儀式で求められるのはただ一つ、振り返らないこと。有価者は常に前へと進みながら順番通りに聖火の柱に火をつけなくてはならない。引き返したらそれは先祖への冒涜だと思われてしまう。じゃあもし引き返したらどうなるんだ？火が消えちゃうとか。ああ、自分自身に火がつくかもしれないな。オイラたちも今日その規則通りにやらないといけないのか。いや、今日は簡単な練習だから順番は気にしなくて大丈夫だ。聖火を使って汚れを取り除き、全ての聖火台に火をつけてくれればいい。準備はいいか。もう一度おさらいしておこう。種火を取り、汚れを取り除き、全ての聖火台に火をつけてくれ。それじゃ私はゴールで待っているよ。よし、この種火を使って練習をサクッ。あっちにアビスの汚染があるぞ。聖火で片付けよう。
裁きのイカズ。手をつなぎなし、いそう。来た来たよ。やはり私の目に狂いはなかった。あんたはこれまでの候補者たちの中でもズバ抜けてうまい。もし遊家の神なんて古名が存在したら、その有力候補になるだろう。おう、オイラが遊ぶ担当でも構わないならな。ははっ、開演の夜まであと数日ある。無事に適切な遊家者を見つけたと族長や他の重役たちに知らせないとな。そいつらの同意が必要なのか。何人かがキーニチに出てほしいと望んでいるんだ。でもそれは彼らがあんたに会ったことないからだろう。有価者を探すのはこの私の役目だ。ちゃんとあんたを押しておくよ。一つ確認したいんだけど、オイラたちよそ者にそんな重要な仕事を任せて本当にいいのか。あそこが見えるか。ブルキナと山の王が存在した時代よりもはるか昔、あそこはカガリギの民の故郷だった。だがある事件によって先祖たちはやむを得ずあそこを離れたんだ。今やそこは若者が勇気と冒険心を鍛える場所となっている。山の王の問題を無事解決しなければ同じ鉄を踏むのにそう時間はかからないだろう。さっきの質問に戻すが、そういうことがあったからこそあんたの実力なら全員うなずいてくれるはずだ。なるほど、本当に緊急事態みたいだな。後でうちに来てもらってもいいだろうか。儀式の詳細について話したいことがあるんだ。わかった、じゃあまた後でな。ああ、よろしく頼む。いろんな祭事に参加してきたけど、今回の依頼はちょっと変わった感じだな。一休みしてからトリニダードの家に行こうぜ。